から、もうおしまい。次は貴様の番だ、21号。面白い冗談ね。本気で語ると思ってる？冗談かどうかはすぐにわかる。もっとも、分かった時に言うわ。貴様はスクラップだがな。スクラップって、私はメカタイプじゃないのよ。18号がこんな形で役に立つなんてね。21号のあの顔、どうやらろくでもないことを考えていますね。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。バカかあいつ、無防備じゃねえか。隙だらけだぜ。何のつもりか知らんが、死にたいのなら望みを叶えてやろう。18号さん、フリーザ、それにセルまで、この野郎、よくも俺の嫁さんを。消えた。なるほど、21号、それが狙いですか。どっちが生き残るか見ものね。おお、誰かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえはセル、それにフリーザ、おまけにギーニューまで。おい、俺のことを忘れてるぜ、カカロット。ああ、おめえはベジータと地球に来たナッツだったか。18号さん、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。ふん、白々しい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。罪もない人を襲って18号さんまで、お前たち絶対に許さないぞ。被害者のふりをして私たちを戦わせるのが狙いのようですね。しかしこれはいい機会です。あのサイヤ人には大きな借りがありますから、たとえこの状況があの女の思惑通りだとしても叩きのめしてやらなくては気が済まないのですよ。あなた、今の状況分かっているのですか。ここで戦わなかったとしても奴らは攻撃してきますよ。死にたくないならさっさと戦いなさい。この日をどれだけ待ち望んだことか、積年の恨み晴らさせてもらいますよ。孫悟空に借りがあるのは貴様だけではない。孫親子は私の手で始末する。孫親子。そういえばあなた、奴の息子孫悟飯に敗れたそうですね。それも随分と子供の頃に。そんなあなたが孫悟空に勝てるとでも言うのですか。はあ、その孫悟空に二度も負けたのはどこの誰だ。おやおや、聞き捨てなりませんね。先にあなたを始末してもいいのですよ。貴様が私に勝てるとでも。面白い、受けて立とうか。あのよ、なんでもいいから早くしてくんねえか。決めらんねえっちゅんなら二人いっぺんでも俺は構わねえぞ。私たち二人を一度に相手するだと。孫悟空、相変わらず口の利き方を知らないようですね。やはり
始末するのは奴が先です。ならどちらが先に孫悟空を倒すか勝負と行こうじゃないか。いいでしょう。ですがその勝負勝つのは私です。あの連中にとどめを刺すのです。まさかここまで強えなんてな。せめて18号さんだけでも。様子がおかしくないか。急に動かなくなったぞ。フリーザ様？ふそういうことか。どうなってんだ？あなた、一体どういうつもりですか？あと少しで息の根を止められるというのに、いいですか？あの男はこの私を地獄に落としているのですよ。今度は私があのサイヤ人を地獄に叩き落とすのです。あなた、私の邪魔をした上に説教をするつもりですか？ごちゃごちゃ言う暇があるならさっさととどめを刺しなさい。さあ早く。諦めろフリーザー、そいつの意志は固いようだぞ。くっ、体を自由に動かせないことがこれほど腹立たしいとは。地獄で味わったあの苦痛を思い出しますよ。まったく仕方がありませんね。今だけはあなたに任せましょう。全てが解決してから奴らを始末すればいいだけのこと。ただしリンクが解除できるようになるまで死に物狂いで働きなさい。わかりましたね。やっぱりおかしい。フリーザのやつピクリとも動かない。おいフリーザ、もうおしめか？この目みてえに金ピカに何年か。フリーザ様、どうされたのですか？さあ奴らにとどめよ。残念だったなフリーザ、私の一撃を
黙って見ているように。ふざけるな！こいつらはフリーザ様の獲物だ！奴は私が倒す。お待ちなさい！フリーザ様、ご無事でしたか？無事も何も、少し中で話をしていただけです。それより私の隙をついて出し抜こうとはいい度胸ですね。簡単に主導権を奪われる貴様が悪い。何ですって？あのよ、揉めてっとこ悪いんだけどさ、何が起こったか説明してくんねえか。フリーザから知らねえやつの気感じるし、途中で攻撃やめちまうし。貴様という男は。もういいです。なんだかバカらしくなってしまいました。ギニューさん、事情を説明してあげなさい。こいつらにですか？しかし本当によろしいのでしょうか？構いませんよ。リンクのことにうすうす気づいているようですし、それに彼らも本調子とは言えません。警戒する価値もありませんよ。かしこまりました。つまりどういうことだ？てめえ、ここまで丁寧に説明したのにわからねえっていうのか？はあ、ここまで話が通じないとは。これだから戦闘バカのサイヤ人は。つまりクローンのことも力が出ないのも全部レッドリボン軍と21号のせいってことで、なぜかフリーザの中には別の人の精神が入り込んでいると。ミソッカスでも通訳程度の役には立つようですね。そりゃどうも。お前の役に立っても嬉しくないけどな。さっきはフリーザの中にもう一人いて、そいつが攻撃すんのをやめたっちゅうことか？そういうこと。ほんと良識あるやつがリンクしていてくれて助かったよ。フリーザと同じような極悪人だったらどうなっていたことか。そっか、中にいるやつのおかげでフリーザも悪さができねんか。だったらよ、オラたちみんなでその21号っちゅうのやっつけちまえばいいじゃねえか。は？悟空、お前何を急に。いくら中にいいやつがいたって、こいつら自体は極悪人なんだぞ。不満があるのはこちらも同じだ。あなたたちには私も地獄へ落とされた借りがあります。フリーザは知らんが、私には邪魔する者はいない。この場で人思いに息の根を止めても構わんぞ。おめえらそのリンクっちゅうやつしてねえと動くこともできねえんだろ。中のやつ追い出しても自由に動ける方法があるって言ったらどうする？なに？ほう、つまりリンクを解除して自由に動ける方法というわけですか。ああ、オラたちもそのおかげでリンクっちゅうやつなしで戦えてっかんな。リンクしてるっちゅうことはまだ中に別の誰かがいるんじゃねんか。他のやつが心の中にずっといるんじゃ気持ち悪いだろう。それはまあ確かに。俺だってこんなやつさっさと追い出してんだよ。だろ？だから教えてやるって言ってんじゃねえか。悟空、連中にそんなこと言っちゃって大丈夫なんか？さあな。でもきっとなんとかなるって。いいでしょう、交渉成立です。反応から察するにその話に嘘はないようですから。よし、そうと決まれば早速ブルマンとこに。あっちの方角、まさかブルマさんが。助けて、攻撃してきてる。ブルマン、すぐに行くぞ。今これ以上攻撃されねえよ、逃げろ。言われなくてもそうしてるわよ。でも行くぞ悟空。待て、貴様ら。なんだよ、この大変な時に。
そんなことよりリンクを解除する方法を今すぐに教えなさい。だから中和装置も操作できるやつもあの飛行機の中なんだよ。ブルマのことを助けらんねえかったらおめえらずっとそのまんまだぞ。なんじゃと？だからオラたちの邪魔すんな。どうやらそのブルマとかいう女を放っておくわけにはいかないようですね。そうだな、女はどうでもいいが、その機会には用がある。仕方がありません。我々も行くとしましょうか。